ちょっと待って、これキャー、危ない、逃げろ逃げろ、うわー怖かった。待って、強いんだ。ちょっと出てくるなら出てくるって言ってくださいよ、先に先に言ってよね。よし、ヘイストでしょ、ヤプン出てきた、個人兵かな、ワンチャンあるよね。トランプ2機ある、限る高い、よいしょ、フルアラでやった、50ストーンソード、ストーンスキンっていうのを壊しといた方がいい。あ、わかりました、ストーンスキンやってきます、ほい、ストーンスキンやってます。そしてさらにファランクスもやっております。リフレッシュやろ、リフレッシュ、コビビ、お気に入り登録ありがとうございます。離れてます離れてます離れてるつもりです。よいしょ、リフレッシュ、デイジョン、デイジョンダメだよデイジョンは唱えちゃダメだよ。トランプマンにリフレッシュ、弱体を兵士してる？弱体？あ、弱体しとこっか、ギアとかね、よいしょ、ギア、よーし、俺も復帰しました。シバサバの人またよろしく、私もシバサバです、よいしょ、範囲攻撃するから少し距離取った方がいい、分かった、じゃあ逃げるね、よいしょ、ファイゼン、自分のキャル頑張った方が影が安定するらしいですよ、トランプマンさん、敵を変えり、アプルル優秀ね、本当にアプルル優秀、リフレッシュ、クビビも優秀だしね、今回大丈夫そうだね、現役の王子だから8億持った、8億すごいな、よいしょ、呪術師でも使ってみよう、使おうかよテロドールひるんでるよいしょ、千葉様に合併された後キアルフィーが連射砲だから唱える暇がない、テオドールさんにかけてこうかな、アプルは敵から距離取ってくれるようになったになったんだ、よし、よし、テオドールさんをちょっと回復しとこう、あれこれどうなってるの、魔法唱えれないんだけど、攻撃する権利がありませんとかなった、なんでだろう、なんでだ、なんで、なんで魔法が、魔法が使えないの、あ、テオドールにキアルって唱えれないの、いっぱい唱えてたんだけどダメなの、もしかして、あ、テオドール死人なんだ、そうなんだ、なんかさ、もぎわらでテオドールにキアルをかけるどうのこうのってネタがあったんだけど、何、なんかよく分かんなかったんだけど、つまりそういうこと、そういうこと、テオドールはもう死んでいるから攻撃はできないってこと、罠だったのかそういうこと、テオドールにキアルをかけてみろ、あかけれないんだ、テオドールにキアル、なんかやられたぜ、やられたな、俺からマジで回復できる、ああそうなんだ、へえ、ほっ、回復手段なしみたい、あ、テオドールでも回復したよ、回復したよ、罠だった、でもテオドール回復した、よーし、いて、よし、よし、クビビがすごいよね、あ、テオドールさん死ぬかも、テオドールさん死ぬかも、ニモラのワルツだったか、なるほどね、テオドールさん死ぬかも、やばい、テオドールさん死ぬワンチャンある、あ、テオドールさんいなくなりましたテオドールさんいなくなりましたね。
わった。さっきよりはそんなに強くなかったかな。ちょっとロットインするね。ロットイン。お疲れ様でした。ありがとうございます。よし、次の日ゲット。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。この釘抜きをじゃあトレードしたらいいのかな。釘抜きトレードするまでデジョンしちゃダメですよ。わかりました。釘抜きトレード、よいしょ。間違えた、アイテムじゃない、竹抜きじゃないよ。よいしょ、おめあり竹抜き決定。ノリを、ノリ、ノリ大切じゃん。出てきた。これがテオドール。誰か知らぬがすまない、私は何者かに殺され、そいつは私の亡骸をこの箱の中に隠したらしい。パパか。そのせいで私の霊魂は盲目のままさまよい続け、ここから出してくれと訴え続けた。だが私の言葉に耳を傾ける者など誰もいなかった。一文字もあんじゃん。ライニマニートだよね。よいしょ。もう私は自由の身だ。君には感謝している。だが私には時間がない。すぐに行かなくても。どこに行くの。自分が死んだって。あは気づいてるのか。どこに行ったんだ。よし、じゃあデジョン行きましょう。エンサーバーで500、すごいね。皆さんでおりゃトイレに決まってる。そうか。そうか、そうか、北さんで行きましょうか。自分の世界に入り込んでるタイプね。そっか、トイレだ、トイレだったら邪魔できないね。間違いない。チュッチューデジョン。よーし、絡まれちゃった。川屋行ってくる。おー、いいですね。ちょっと手拭きなよ。お花摘み。別のホーム、サンドの南サンド、サンだっけ。ロックスタイルしなくていい。でもまだ3つ目だよ。 AF 揃えた時って嬉しかったわ、ね、まだまだ3つしか持ってないけどね。ないの？あ、下ですか。失礼しました。あ、こっち1160。標高めないらっしゃい。北に移動。よし。え、ちょっと大回りしてもいいかなと思って。たまには遠回りしてみようかなと思って。レベル今キャップの60です。限界突破まだやってないので60が3つ。白と赤と忍ジャガー60で、あと黒とシーフが30ずつぐらいです。うん、やっとるやろ。がっつりやっとるやろ。いつもと回り道で見えてくることがある。もんちゃんさんいらっしゃい。忍者のサポート寄り添いとかそろそろした方がいいかもですね。教会に赤魔導士の亡骸。75の限界突破がすごく楽しみ。頑張ります。85個目さんやさん。敵案件確認、戦闘態勢に入る。サッパ踊り子が便利。そうなの？わーん。どうした？待て、クリルラ、騙されるな。そいつはライニマードでは、お前の指示ではない。お父さん。クリルラ。
やめろクリルラ、あやつられちゃってんのクリルラ。トリオン様、お前たちは手を出すな。プリキュア違うな、赤いがかっこいいね。クリルラ、その剣を捨てろ。私は誰にも負けない、私は決して負けてはならない。御堂中クリルラ、私はもう以前の私ではない、負けることを恐れてはいない。クリラ、危ない。何度か間に合ったか。クリラは私のために危ない目に遭わせてすまなかった。父さん、真の選手はいかに綺麗に負けるかを知らねばならん。お前にそのことを教えれなかったことだけが気がかりだった。でもお前は大きな代償を払ってすでにそれを学んでいたようだな、クリルラ。大きくなったな、本当に。王子、どうか娘をよろしくお願いします。うむ、君にはいろいろと迷惑かけたようですまない。私がこうして選ばれることで闇からの使者をも呼び寄せてしまったようだ。罪滅ぼしではないが、これは君にとって役立つかもしれない。よかったら受け取ってくれないか。間違いな、間違い。嘘、ドレスいいじゃん、衣装可愛いでしょあいつ何だったんだろう。服が間違い、嘘、服可愛いじゃん。クリルラ、そのお前の成長した姿を見て私は安心したよ。もうお前に会うことはないだろう。でもこれだけは覚えておいてくれ。お前は私の娘だ、そして私はいつまでもお前の父であること。この懐中時計を返さねばな。これから私だと思って大切にしてくれ。ポケットから出すなんて、ウービーに自分のキャラ表示させるって当時はすごい技術だったらしい。そうなんだ。ももち、そろそろ行かねばならない。お前に会えてよかった。あなたに会えてよかったね、きっと私。父さん、父さん行っちゃったな。クリラ、女の子だよ。私もいつまでも父さんの娘。父さん、わかんない黙ったやる田舎の娘みたいな、お父さんお前の田舎から出てきた娘みたいな感じだったから、黙っといた方がいいかなと思って。よしよしよし、灼熱のフェイン今終わったんだよ、ありがとうございます。よいしょ、設定じゃないじゃん。だってそうじゃん、実際絶対お父さん思いの女の子ってどうせ田舎でしょ、これ。田舎もんでしょ。この手にいた時すごい嬉しかった。私も今すごい嬉しい。よし、とりあえずかぶってみようか。よいしょ、フェイン戦終わった、終わりましたね。あれ、モググワールグローブに、これか。よし、じゃあ皆さん見てください、見てください、私のババババババドド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 。じゃあ押し付けます。1265これ、誰のせい、だ押し付けますよ。よし、どれだ、あー黒、どうですか、わー、この赤 AF のこのかっこいい帽子いかがですか。くそー
もう見た目装備どうやって変えんのこれ。これだから銀貨の装備に更新。これどうしたらいい。ロックスラッシュ、ロックスタ、え、る。ということで皆さん、ここで私のスタイル、ロックスタイルをした後のこれで料理をした結果はこちらです。これで、ということでこの材料を組み合わせてできたものがこちらです。こちらです。よし、途中まで行ってタブキーを押したらコマンド出るね。1324個さんいらっしゃる。こちらです。こちらができたものです。キューピーキューピープラッパ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 プラッパ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 。なんだっけ、ロックスタイル。はい、ということで、はい、あ、有効です。ロックスタイレスト、これどやー、どう、まだ途中だけど、どうですかこれ。まだ途中だけどかっこよいんじゃないですか。いいんじゃないですか。よいしょ、かわいい、拍手ありがとうございます。まだ揃い切ってないけれど、かわいいんじゃないですか。これは赤っぽくなってきたね。いや、今日はまだもうちょっとしようかなと思ってるんですけど、いいかな。よいしょ、どう、早く、どうだみたいな。兄ちゃん、僕他の絵くれよ。よいしょ、文字さん拍手ありがとうございます。これかわいいんじゃないですか。はい、文字最高、かわいいね。魔法炎症の速度が速くなりました。その帽子の効果で、お、それはいいことだ。お、じゃあどう取りに行きましょうか。みんなどう取りに行こうって言ってるから、みんなどう取りに行こうって言ってるから、じゃあみんなの意見をね、尊重して、じゃあどうは取りに行きません。じゃあ何しようかな。てかな、腕にしよっか。だってみんなが見たいって言うから。そんなの言われたら絶対に違うの。てか、もともと銅を取りに行く予定だったの。もともと銅を取りに行く予定だったのに、銅って言われたら、そんなの絶対取りに行きたくないじゃん。ねえ、絶対取りに行きたくないじゃん、そんなの。まあ行きますけどね。行きますけどね。じゃあこの後ちょっとお水だけ取りに行かせてください。お水取りに行って、お花摘みに行っていきますんで。よいしょ、足も持ってるよ。そう、なんかちょっと待ってくださいね。2分少々待ってください。お待ちください。このままお待ちください。
はい、ただいまよいしょあれちょっと待ってね。よいしょ。はい、ただいまただいまお待たせしましたよいしょ。ただいまなさいませ。ミミズの頭装備かぶってほしい。ミミズよいしょ、ウェルカムバック。誰よ、その、お帰り誰よ、その女。私の枠で他の女の話するのやめてもらえます？うん。よし。さあ、行きまっか。いらっしゃい、いらっしゃい。行きまっか。これあれなんだよね。エミネンスの防具ってさ、レベル50までしかないんだよね。エミネンスの強い防具ってレベル50までしかないんだよね。知らなかったぜ。意外とないもんなんだよ。ってことに気づいた。75までは F。え、75のあるの？そうなの？スコハ、スコハってなんだ。よし、じゃあ、あれ。落ちプロ、落ちプロ。落ちプロ。落下プロ、落下プロ。落下プロどこっすか？落下プロ。誘導お願いします。このお水みたいなとか、お水でしょ、お水。私はお酒飲めないから。うん。どう行く？オズドロヤ行く、オズドロヤ。鳥さんが、鳥さんのとこ行く、鳥さんの。ヤグードの。ヤグードの城に攻め入ります。全オジンティー表のあるまで。そう。よいしょ。昨日ね、ジャイメにね、朝の4時からね、19時まで寝てたから、15時間寝てたからね。15時間寝てたから、あんまり打ち合わせができてないんすよね。よいしょ。ジュノコからジョコボ、オッケー。一応ちゃんと放送前に毎回毎回打ち合わせしてね、話をしてるのにかかわらず寝落ちぼ落ちのうちほんとさ、ほんとさ、もう自宅系そろそろ高レベルになったからエミネンスじゃなくて競売で良い装備を買うのもいいかもしれません。うーん、そうなんだ。よいしょ。それで死んでたんじゃない。自宅警備、トランプマンさんは社長だよ。私は会社員です、会社員。ジュノの港からチョコボ、ジュノの港の4かな。チョコボってこと、あれ4とかないし1か1、2、1だ。ほい、横乳ハーネス、横乳ハーネスさ、タルタルだったら横乳ハーネスならないよね多分。やみつは持ってても良さそう。よいしょ。そう、競売結構使ってるわ私。いっぱい売ってる、めっちゃ売ってる。ブレスタルとかね、なれないよね。横じじならない。そう、タルタルは、タルはおっぱいない。そう、かわいそうに。チューチューチュー、チョコボどこだっけ。脇肉ハーネス、よいしょ。はい、1443個目さん、いらっしゃい。二次杖分かっといた方がいい。トランプマネージャー、ちょっと二次杖ってメモっといて。いや、ラツイでいいや。ラツイ、ラツ二次杖ってメモっといて。 MP 回復中、闇魔法メイチアップだから、ブルートスタッフって装備分かった方がいい。二次杖、あとブルートスタッフ、ブルートスタッフカーモノリストに入れとくから、二次杖とブルートスタッフよろしくお願いします。ハイパーラツイタイム、ハイパーラツイタイムです。あ、二次杖あればプロドラン。じゃあ、二次杖でいいっす。よいしょ。チョコボと言われたのに、低手のロードしてる。ギリダルスタッフ、ラツイ。はい、1456個目さん、ミキエロ君、1458個目さん、モチャさん、ラツイ、ラツイ。はい。よいしょ、ありがとうございます。1462個目さん、ラツイ、ありがとうございます。はい、笑顔さん、ラツイ、ありがとうございます。トランプどこ、トランプじゃない、トランプじゃない、これトランプじゃない。1167個目さん、ダイソンさん、元気もさん、ラッツイ、ありがとうございます。
よいしょ、オズ行ったことないの。ニコ生中毒さんでした。まずいまずい。まずい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 。NPC ですらなかった今。似た人多すぎ。ねえ。ルルデの庭から本。だから本がね、本で行ったことないの、オズジョロや。いつものボケですね。そうそうそう。いつものボケです。わざとわざと。よいしょ。ハゲ多い。私全く勘弁の話してる。バクツ1485。コメさんいらっしゃい。ハゲてるガールが多すぎ。ジャコボ、さあ、オズの宝箱の位置結構奥なんだよね。ギミックもあるし。そうなんだ。別にね、チョコボンの乗り場がどこかわからんのよ。頼れるガルナ。ガルナって誰だ。みそ汁。うん。あのね、チョコボどっから乗るかわかんない。よいしょ。落とし穴落ちそう。チーカー。どこ。あ、ガルカのナイトのこと。へぇー。めっちゃ驚きの白さ。驚きの白さ。顔まで白い。チョコバン下、階段の下。オッケー。競売の方、競売の方。これいいね。白と黒と赤のいい対比だね。そこは低くて。ニッセってのは、リーダルスタッフってやつですかね。そうなの、イリダルスタッフってやつ、ニジツエって。地下競売、1500、2個目シャレシャレ。え、競売見たいんだけど、ついでに。私、競売見たいんやけど。ここ競売。あ、違うな。これ違うわ。地下の恐怖、闇を感じる。あー、閉じ込まれた。競売、エドレ競売。これ、この人リーさんやん。これ確認。売れてないやん。残念、売れてない。よし、売れてなかった。競売いない寂しいつぶ。そうなんだ。こんにちは、チョコボ乗ります。クリスタル暴落してた。やっぱり昨日までクリスタル高かったんで一生懸命売ってたんですよ、クリスタルね。9000くらいで売れてた昨日まではね。もう売れない。人数できればハイクオリティがいいよ。わかった。宝石庭だがクリスタル売れない。そうなんだよね。よいしょ。もう合成キャンペーンじゃないからね、暴落してる。また貯めといて、合成キャンペーン来たら。合成キャンペーン来たら売ろうと思うんだけど、合成キャンペーンってどんくらい先なんだろう。コートの時にでっかった。よいしょ、上層1800です。ニコニコ。合成キャンペーンってどのぐらいの周期でやってるの。よいしょ、見て。はい、こうやって名前変わるか。チャトヤンスタッフ。ラズイチャトヤンスタッフメモっといて。11月にやる。ほうほう、忘れた頃に。じゃあそこまでちょっと貯めとくわ。合成キャンペーン、あ、まだ2回目なんだ。そうなんだ。今夜も寒いね。トッタラタラタラタッタッタ。今日のクソはクリスマスっぽい。今日のクソはね、赤アーティファクトのつもりです。合成キャンペーン3回目。3回目。2度あることは3度あるってことか。いくらぐらいするか知らない。シワでチャットヤンっていくらぐらいなんだろう。いくらぐらいだろう、チャットヤン。